こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。上地国蔵は普天間基地の辺野古移設を容認し、一日も早い宜野湾市民の生命と財産の安全の確保を実行いたします。中核市である那覇市から議会に風穴を開け、言論封殺された那覇市を退却します。上地国蔵は健康教育自虐士官を自虐士官教育からの脱却を目指します。おはようございます。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。上地国蔵は普天間基地の辺野古移設に賛成し、宜野湾市民の一日も早い生命と財産と安全の確保を実行いたします。言論封殺された那覇市議会に風穴を開け、真実が語られる那覇市議会にしようではありませんか。若狭交差点をご通行中の県民の皆様、おはようございます。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。朝早くから大変お騒がせしております。おはようございます。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。上地国蔵は普天間基地の辺野古移設に賛成し、一日も早く宜野湾市民の生命と財産の安全を確保いたします。中核市である那覇市議会から言論封殺された議会、そして市民の間に風穴を開け、改革を起こします。この若狭に建設が予定されている2億5000万をかけた竜の柱の建設に断固反対します。若狭交差点をご通行中の皆様、おはようございます。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。上地国蔵は普天間基地の辺野古移設に賛成し、宜野湾市民の生命と財産の確保を急務と考え、中核市である那覇市から沖縄県を引っ張ってまいります。若狭交差点をご通行中の皆様、おはようございます。朝から大変お騒がせしております。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。上地国蔵は普天間基地の辺野古移設に賛成し、一日も早い宜野湾市民の生命と財産の安全を確保いたします。上地国蔵はここ若狭に建設が予定されている2億5000万をかけた竜の柱建設に断固として反対します。若狭交差点をご通行中の皆様、おはようございます。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵でございます。上地国蔵は普天間基地の辺野古移設に賛成します。そして宜野湾市の一日も早い安全を確立します。上地国蔵はここ若狭に建設が予定されている2億5000万円をかけた竜の柱の建設に断固として反対します。上地国蔵は中核市であるここ那覇市から沖縄県に改革を起こします。上地国蔵は中核市である南市議会から沖縄県、そして日本本土と心を一つにして、より良い沖縄、本当の意味での平和な沖縄を実現します。若狭交差点をご通行中の皆様、おはようございます。朝から大変お騒がせしております。こちらは那覇市議会議員候補上地国蔵